デスク、やめた方がいいっすよ。何よ、それまずいでしょ。まずくないよ、いただけないっすよ。なんで、全然大丈夫だよ、このぐらい。お、昼飯買ってきてくれたんですか。ありがとうございます。違うよ、これ全部俺が食うから。ちゃんけじゃないんだから。ちゃんけをやるんですよ。いやいやいや、それまずいよね。いいね。いや、もういろいろやばいっすよ。大丈夫だよ、全部食うから。いやいや、デスクの今の状況分かってます？ BMI25 切るまで動画出ちゃダメだよって会社から言われてますよね。大丈夫でしょ。何なんすか今。どうせこの動画も240回ぐらいしか回んないんすよ。誰も見てないから大丈夫だよ。やるとしてもデスクがやったらまずくないですか。俺がやるからいいんじゃないのこれ。いや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 、そういうことだ。そうですか。というわけで、昔さ、ちょんまげ小僧がバズった時にあやかったじゃん。ちょっとちょめちょめ最高でーす。うなぎアニョハセヨー、コシギンチャクでーす。アルチューです。あ、わかりましたね。ピンとこういったの。あ、確かに行きましたね。ちょっと宇宙が見えそうになったよね。ありました、ありました。ピュッてね。あやかっていこうよ、ちゃんけに。ただ、いや、デスクはまずいと思いますよ。絶対まずいと思う。あやかっていこう。やめとこう。社長、自分止めましたからね。保身がすごい。常識ぶって。あ、わかった。この間あれ、中禅事故で撮った動画がさ、回ったから得意げになってんじゃないこれ。いや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 、違う。あれね、あれだってですよ、これ皆さん、あれワンオペですからね。あれ撮ってもらったの、観光客、中禅事故にいた知らない観光客のおじさんですからね。マジで。はい。そんなことある。撮ってもらっていいですか。絶妙なカメラワークだったよ。そうなん。あれよく見てますと、最初主役僕でこう引いてると思って引き始めて、最後シャドウが僕が入っちゃって、主役が修繕事故に入れ替わる。確かにめちゃ深いんですよ。ちょっと芸術的だったよね。で、ありがとうございますって言って TikTok とか撮ってんだなと思って、ぜひごめんなさいフォローしてくださいって言ったら断られました。本当にありがとうございました。おかげで一番会場回りまして。じゃあ何、いろは坂の動画も一人で撮ってたの。そうですよ。歌いながら。そうですよ。だからもうリスケになって直帰していって言われたんで、ああ、じゃあこれ紅葉だと思って、もうコンビニでガムテープ買ってですよ、スマホ固定してもう歌いながら、決して捕まえることのできない。危ない人じゃんそれ。いや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 、話戻しますけど、やめた方がいいと思いますよ。やりますよ。とにかくさ、俺なんかさ、わさび大量に食べても全然バズんないんだよ。けむたくも全然バズんないけどな。待てよ。え、追いついてねえんだよ。え、どういうこと。時代が。おお、なんかかっこいいこと言いましたね。そういうこと。けむたくっぽいこと言いましたね。けむたくだな。あ、俺たちちょっと先に行き過ぎてんの。そう、そういうことか。行くからよ。行く？そろそろお前も行け。え？今目指してる。天？それダメでしょ。召されちゃうでしょ。まだ行きたくないよ。いや、そんな切るみたいな感じで言わないでよ。まあでも上でよかったわ。こっちじゃなくて。超ポジティブじゃない。超ポジティブじゃなくてよかったわ。よし、この前座が長いと視聴維持率も 10% 切っちゃうから。いや、もうすでに切ってますね。もう切ってます。もう今コバさんと親父さんしか残ってない。マジかよ。もう2人になっちゃってんの。ありがとうございます。もう2人になっちゃってんの。多分おそらく。よーし、ちゃんけ見とれやー。よし、やっていこうか。ちょっとこれ8000キロカロリー近いから、ちょっとこれ飲まないと死んじゃうから飲むわ。暴風通商3両いただきます。これで0キロカロリーになるんだよな。リセットだわ。うーん、まずい。いただきます。ごっつぁんす。いただきます。ごっつぁん。ごっつぁんですって言ってましたけど、シャンケっぽく出しても炎上するし、食ってないことがバレても炎上するし、これ大丈夫ですか、マジで。大丈夫だよ。なんですかその自信は。やってみたかったんだよな、ケムタ君。ちょ待てよ、早く行けよ。わあヘブン